はい、ありがとう整体の平野です。本当に最近ね、多いのがですね、腕が皆さんすごい緊張をしている状態にあります。例えば、立位になった時にですね、体から腕がこうちょっとこう離れた状態で、これが当たり前という状態になっている。これで力を抜いてって言っても抜いてますみたいなね、こう自分の腕がうまくコントロールできない状態になっています。そして、例えば前から押して少し抵抗してください、後ろから抵抗してください、横にこう抵抗してくださいという形の、テストをしてもですね、結構、きっちりこう反応できないんですね。で、こう見ながらこう、あ、こっちかみたいな、それで逆に今度やるときはすごい力でグッてこう押してきちゃう、そういう、優しいタッチに対して反応できない、つまり力が腕にうまく伝わらない状態になっているので、うまく入らない、そして今度はうまく抜けない、そういう状態が、の方がもう非常に多いです。この手指も一緒ですけども、手の指、腕、この緊張がですね、喉にまずダイレクトに来ます。喉、肩にダイレクトに来て、これが上の方に行けば、例えばめまい、耳鳴り、ふわふわ感ですね、そういったものにつながる。そしてこの腕の巻き込みがですね、肩を丸め込むと、そうすると内臓を圧迫して、いろんなね、また問題が、こう出てくる。そんな、風な姿勢の人非常に、多いです。ですからこの腕の緊張ね、手の指から、腕の緊張を抜いていくんですけども、これも一度、その脳からの指令をですね、きちんと伝わる形にして、緩めることが、非常に重要になります。揉んでもですね、一時的な、楽になるだけの話で、根本的なものはですね、脳からの指令がちゃんと伝わる状態にする、そういった整体をね、心がけてやっています。ほぼ、日本中探してもですね、あまり、ない整体で、あるということは、間違いないと思います。愛知県蒲郡市というところでやってますけども、東京大阪もですね、出張してやっております。ご検討ください。よろしくお願いいたします。